いやー減る、これはこれは減りますぞ。あ、いやあ、まだあるのか、めっちゃ減った。2コンボで終わったよ。サウジの女性誰やろ、わからへんかもしれん。先方持ってくるっす。火力ないぞ、先方持ってくるっすわ。マジでゲージない時のクリス火力ないからな。12でベイガーってか12ってやたらのキャラ少なかったよね、なんか登場キャラが。まあ、そもそもダイモン2003は最強。 DD コンビ言われてましたもんね、デュオロンと。ダイモンが強かったのは多分でも97と98と、まあ、2003なのかな。96とかどうなんやろうな。96も結構強いですよね。で94はまあ A 級コンボがあって、95のダイモンとか使ってると見たことないな。2001とかもそんな強いイメージないな、ダミキャラのイメージやな。結構98のイメージなんですよね、ダイモンがやっぱ暴れてんのって。だいかにやっぱ98の存在感があったってことだね。ストライカーにもいたな。ストライカーではあんま強くなかったね。多分ダイモンは98でそんな強くなかったら結構空気のキャラだったんじゃないかな、案外。やばい、96のダイモンなんか親しいかなんかがすごい多段引きとしてたイメージが。俺96あんまやってないねんな。うまい、いやー安いな、やばいやばい。あう出ない。おお、負けるか今の位置関係。
いやく減るこれは。これは減りますぞ。あ、いやあまだあるのか。めっちゃ減った。ツーコンボで終わったよ。ダイマは96982003、97もまああれですよね、最強チームに入ってますよ、ね、いやーいやおいしい。 OK。 タイムなんかマキシンは火力あるな。守りもあんま大パンで硬いしな。結構やりづらいキャラクターですね。ウィキによると最弱らしいですよ。何やこれ。おお繋がった。マジか。早っ。気にしなくて。まあその大盤がな、守り硬いねんな。ちょっと他のキャラとは違う攻め方を求められるよね。負けしません。差し合いも結構なんか、危ねえ危ねえ。よいしょ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 。暴走よりテリー浦谷氏が強いです。ああそれも強かったですね。シズルも強か強いっぽいけど、当時のゲーセンシズル使ってる人おらんかったな。97で。やばい。うわははこれはまずい。これは非常にまずいね。うわ、いった。伸びた。あがホラーが。
うわー強い。いけるかな。マキシマを瞬殺できるかやな。瞬殺というか処理できるかどうかやな。これあーマジか、いったー、安い、もうえ、なにこれ、おー、なにこれ、おー、なんやなんやこれこれ結構有利だろワンちゃん、この状況ゲージないもん相手。よしやったぜ。いや今の状況はね、イオジが結構有利やったんじゃないかな。